UEFA チャンピオンズリーグ CL 決勝トーナメント1回ファーストレグライプツィヒ対リバプールが現地時間16に行われた。リバプールが2-0の勝利を収めた。バプールの公式サイトにリバプールを率いユルゲン・クロップ監督のコメントが掲載されている。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、でもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施。前半を0-0で折り返したリバプールだったが、53-2、サラーのゴールで先制に成功。続く58分に今が追加点。リバプールはアウェーで2点を決め、ラにクリーンシートで優位に立った。クロ監督は試合後、パフォーマンスにとてもとて満足している。我々は準備する時間が少なかった。トリッキーなことだ。でも、我々はよくやっていし、うまくプレーしていた。勝利に値したと思え、そして、良いフォーメーションで、良い状態で、ラのミスを見逃さなかった。だから、パフォーマンスに満足しているとコメントした。リーグでは低迷中のリバプールだったが、ライプツヒに、アウェーで先勝。ホームのセカンドレグでも勝利、収めることができるだろうか。両。